おや、旅人にパイモン。二人ともこんにちは。久しぶりだね。さっき何話してたんだ？大事な話か？僕たちは普段からここで最近の研究課題について話し合いをするんだ。一歩遅かったみたいだ。アルベドを呼び止められたらよかったんだけど。でもさっきの表情、普段よりも冷たかったよな。何か嫌なことでもあったのか？もしそうだったらオイラの手伝いをしてくれないかもしれない。それってアルベド先生のことを言ってるの？おお、そうだぞ。さっき見かけたけど、いつもと表情が違ってたんだ。嫌なこと？もしかして。どうして僕の方を見るんだ？もしかしてティマイオスが最近考えた研究課題があまりにもつまらなすぎて、アルベド先生を怒らせちゃったのかな？いや、そこまでつまらなくはないだろう。そんな、オイラティマイオスに手伝ってもらおうと思ってたのに。手伝い？もちろんいいよ。何か僕にできることはある？実はこの前、山ですっごく甘い夕暮れの実をいくつか拾ったんだ。でもそんなに甘い果物全部食べるのがもったいなくて、だから果物を入れたらジュースになる装置をお前に作ってほしいんだ。そうしたらずっと保存できるだろう。それはおそらく。できないのか？パイモンはさっきからとんでもないことを言ってるね。スクロースはできるか？ごめんなさい。あなたが欲しがってるもの、私の得意分野じゃないみたい。もし無理に試したら、あなたの大事な果物に手と足を生やしちゃうかも。うわぁ、淡々とすごく怖いことを言ってる。幸い僕はもう慣れてるけど。だって私の研究分野は生物錬金だから。それにずっと新鮮さを保つことは現実的じゃないよ。もし果物やその種を改良したいのなら、私も少しは手伝えるかもしれないけど。一般的に錬金術師には自分の研究課題があるの。例えば私とティマイオス、それにアルベド先生は研究の方向性がそれぞれ異なるんだ。あなたの欲しがってるものは想像力に満ち溢れてるけど、同時に私とティマイオスの能力も超えたものなの。多分アルベド先生ですらそのような不思議装置は作れないかも。だって錬金術は機械技術とは大きく違うものだから。そっか、オイラてっきり錬金術って万能なのかと思ったぞ。実はアルベド先生が現れるまではモンド城では誰もが錬金術を役に立たない学問だと思ってたの。たとえ今であっても錬金術は世界の謎の一つに過ぎない。決して物質を永続的に存在させるような万能法術じゃなくて。あ、ごめんなさい、わざとあなたを責めてるわけじゃないの。オイラはただジュースが欲しいだけなんだ。何がいけないんだよ。あ、でもさっき話したのは私とティマイオスの主観的なものであって、もし本当にその不思議装置が欲しいならアルベド先生にも聞いてみて。もし先生にも方法が思いつかないなら、その時は本当に無理なんじゃないかな。でも今日は機嫌悪そうだったし、オイラたちに構ってくれないんじゃないか？それはないよ。アルベド先生はそんな人じゃない。そうだ、アルベドは今どこに行ってるんだ？また雪山に行ったのか？特に説明がない限りいつも雪山に行ってるよ。アルベド先生は雪山に思い入れがあるみたい。あんな寒さに耐えられるなんて本当にすごいよね。じゃあ
オイラたちも雪山に行ってアルベドを探そうぜ。出発だ。